アンテナの外にボールを取りに行くファインプレーなどバレーのたくさんの魅力盛り上がりを見せてくれました、えー、頑張っている子どもたちに大塚選手からエールを送っていただけますか、はいえーまあ、僕も小さいときこうやって V リーグの会場に試合を見に来てで将来こういうふうになりたいなと思ったのがきっかけでもあるので、まあ、今の、えー、今日見に来てくださった子どもたちだったりだとか。 こういう試合をきっかけに夢を持ってもらえたらなといいう,うに思います。ありがとうございます。